ガンキリンは様々なガンで高発現しており、悪性腫瘍の発生及び進展において中心的役割を果たすと推定される重要なガンタンパク質である。ガンキリンは肝細胞ガンにおいて過剰を発現するガン遺伝子産物として京都大学医学研究科の藤田淳等により発見された。これとは独立して、 東京都医学総合研究所の田中圭次らは 26S プロテアソームのサブユニット P28 として、英国ノッティンガム大学の R ジョン・メイヤー等は 26S プロテアソームの S6 ビットサブユニットに結合するタンパク質として同定した。このため、ガンキリンは PSMD10 とも呼ばれる。しかし、後の研究によれば、ガンキリンは 26S プロテアソームのサブユニットではなく、 一時的に結合して 19S 調節複合体の組み立てを助ける分子シャペロンであることが示されている。タンパク質構造を解析によれば、ガンキリンは7つのアンキリンリピートからなり、手のひらを丸めたような構造をしている。アンキリンリピートは一般に分子間相互作用により機能制御に関与するアミノ酸配列として知られている。ガンキリンはガンタンパク質であり、 その過剰発言により、マウス繊維目細胞及び人腫瘍細胞において、腫瘍の形成や細胞増殖を促進する。これは、ガンキリンがサイクリン依存性キナーゼ CDK4 に結合することにより、CDK4 が P16 や P18 により、阻害されることを妨害し、同時に、ガン抑制タンパク質 RBE とも結合して、RB の c d k 四によるリン酸化。 転写因子 E2 回の活性化を引き起こすことが一因である。ガンキリンの結合は RB の指基賃化及びプロテアソームによる分解も促進する。なお、ガンキリンがプロテアソーム S6 ビットサブユニットと RB に同時に結合するという事実は、ガンキリンが指基賃化タンパク質を 26S プロテオソームへ運ぶキャリアーとして働き、その分解を促進する。 可能性を示唆している。図、ガンキリンの細胞増殖とアポトーシスへの影響ガンキリンは細胞のアポトーシスを阻害する。この高アポトーシス活性はガンキリンが E3 ユビキチンリガーゼ MDM2 に結合し、ガン抑制タンパク質 P53 のユビキチン化及びプロテアソームによる分解を促進することによると考えられている。P53 は 多種多様な生体ストレスから細胞を守り、んを防ぐ働きから、ゲノムの守護神とも呼ばれる最も重要な、ん抑制タンパク質で、人のんの約50%で遺伝子変異が認められる。んキリンは、蒸気2つの主要なん抑制タンパク質 r b および P53 に加えて、C、エブップ α、TSC2、HNF4 α カベップ1などのがん抑制タンパク質にも結合し、その指揮沈下及びそれに続くプロテアソームによる分解を促す。さらに、ガンキリンは、ん抑制タンパク質、P16、点及び f ス1をも阻害するため、がん抑制因子の殺し屋とも呼ばれる。ガンキリンは、その他、n f パ b レラ、マゲ A4、イグフブップ5、SHP 1、 ATG7, キープ1 NRF2, WWP2, オクト4バイ3 k アクト、a マイナス6スタッド3イルマイナス8ヤップ1並びに低酸素誘導性因子マイナス -1 等といった多くのタンパク質に結合し、多くのシグナル伝達経路に影響を与え発がんに寄与している。肝細胞にガンキリンを過剰発現させたマウスでは、肝がんではなく、 肝血管肉腫が発生した。ただし、発がん物質による肝細胞がんの発生は増加した。ミノカサゴでは、脂肪器も単純体繊維化の後に肝細胞が胆管肝が,んが自然発生した。ガンキリン遺伝子発現を欠損したマウスでは、大腸や肝の発がん実験でんの発生が抑制され、使用環境をなす細胞でのガンキリン発現も眼下に。 重要であることが示された。ガンキリンは以下の理由によりガン治療の優れた標的であると考えられている。ガンキリンは肝をはじめとする多くの臓器で、ガンの発生と進展に重要な役割を果たしている。そこで、抗ガンキリン剤を用いればガン細胞及びその微小環境の両方に作用して、多くの人のガンに対する治療効果及び予防効果を示すことが期待される。 また他の色々ながん治療法に併用すれば、その効果を増強することが推測される。ありがとうございます。